高松琴平電気鉄道765撮影農学部全駅付近1999年11月玉野市電保存会は岡山県玉野市で2005年7月6日に発足した日本の鉄道保存団体玉野市営電気鉄道はかつて玉野市の宇野駅から玉遊園地前駅を結んでいた玉野市運営の鉄道路線 1953年の開業時の車両である、もは100計算量は1965年に、瀬戸内海の対岸にある、香川県の高松琴平電気鉄道に売却され750型となり、そのうち760号が2006年夏まで一両現役で運行されていた。760号は、琴電の全車冷房化の流れから2006年7月に、 運用から撤退することが正式に決まったために、玉野市民の有志が中心となり、玉野市電保存会を発足させて、同社を玉野市に里帰りさせようと活動を進めた。その結果、760号は2006年夏にことで、長尾線で最後の営業運転を行った後、2006年9月23日深夜から24日にかけて、車体を 大型トレーラーの荷台に積みフッツ生産から玉野へ輸送された。途中には瀬戸内海を渡るためにカーフェリーに乗るなどの工程を経て40数年ぶりに玉野市へ無事に里帰りを果たし玉野市営電鉄の終着駅であった奥玉遊園地駅からやや北西へ行った玉野市奥玉1の18の5にある玉野市総合保健福祉センターの敷地内に搬入された。 保存に向けた整備の後、2006年10月22日にお披露目式典を行った。以降は一般公開され、定期的に車内も開放されている。また2010年には、向こう航路の廃止問題でのイベントや、宇野線、向こ連絡線100周年の記念イベントなど、地元住民や団体、また鉄道友の会や、他の鉄道保存団体、 公共交通機関の事業者などとも協力して、この電車を中心として地元に関連したイベントや、行事なども開催している。玉野市へ、里帰りのために整備される760号撮影、普通生産、工場2006年9月18日、健やかセンターに保存された760号撮影、2010年10月17日、車両の保存と直接関連するイベントのみを記載。 これ以外も含めたイベントの詳細は外部リンクの保存会ウェブサイトを参照。ありがとうございます。